ふう。今日は、まあ、約1ヶ月ぶりかな、前回3月後半ぐらいに来たけど、5月の4日かな、土曜日、久しぶりに、外房に来てますと。で、またいつものメンバーの陽太さんとアキラさんだけど、2人はなんかまだワンでちょっと、なんだろう、ちょいちょい投げしてんのかな、わかんないけど。で、今日の外房は、珍しいぐらいに穏やか、一日通して風ない予報と、まあ、今朝6時だけど、こんだけもう眩しくて、雲ないんで、まあどっちかっていうともう暑さ対策しながらの一日で、で、まあ僕ら3人でもちろんなんかね、でかいの釣りたいと思って、今日のルールはここにでかい魚ぶち込むまで帰れませんっていうルールでやる予定で僕ら浮かんでます。まあ何が釣れるかわかんないけど、とりあえずなんか青森いないかという期待で頑張るぞと。So once again, I'm back in Chiba with my buddies, Yoda-san and Akira-san. Well, I got up 1:30, middle of the night, and drove my car for about 3 hours to get here. I'm on the Pacific Ocean, and we are here for, of course, in hope of catching some big fish, yellowtails or snappers, hopefully. And that's what we are doing.And rules today, we cannot go back home until we put the big fish inside the hatch. So let's get into it. It'll be fun. Let's go. やっぱりいた。ふえい。見えてきた。マダイか？何？てかサメもついてる。何やこの赤いの。わけわかんない魚釣れた。わけわかんない魚釣れました。何こいつ。うえ、今までの
魚で一番なんかアグリなやつが釣れました。なんかやばいからちょっと見てもらいたい。ギャフしました。なんかプレデターみたいな顔してます。やばいこいつ。重い。ふぇ重い。あ、You ugly motherfucker。 なんだよこいつ。めっちゃやばい。何？しかもギャフいいとこ刺さったよ。うえ。でかっ。でかい。ちなみに食える魚かは分かりません。ハハ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 ハ